コウモリ。コウモリは、ヨハン・シュトラウス2世が1874年に作曲し、同年4月5日に、アンデア・ウィーン劇場で初演された全3幕のオペレッタである。数ある、ウィンナ・オペレッタの中でも最高峰とされる作品で、オペレッタの王様とも呼ばれる、ヨハン・シュトラウス2世特有の優雅で軽快な、 ウィンナワルツの旋律が全編を彩り、その親しみやすいメロディーは全世界で愛されている。なお、台本には日付の設定はないが、ウィーンをはじめドイツ語圏の国々の歌劇場では大晦日恒例の出し物となっている。歌手の歌の配分が比較的均等であり、合唱の活躍場面も比較的多いため、華やかにオールスターを並べることが可能である。 ソロパートは8人だが、歌の上では、軽い役である、フランク所長巧妙なベテランが歌うことが、慣例化しており、概ね7人までスターが並ぶ。三重賞を一曲歌うだけのブリント弁護士のみは、脇役専門のブッフォーテナーの持ち役だが、ここに、往年のスター歌手を起用した例もある。また、ドラマ上は、脇役のアデーレに最も多く、ソロが用意されているため、 主役級のロザリンデよりも格上のスターが当てられるケースが珍しくない。ウィーン国立歌劇場では毎年年末年始に公演が組まれており、大晦日の国立歌劇場のコウモリと年始のウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサート大部分がユトラウス作品がウィーンでの恒例行事となっている。オーケストラは各70人前後の2手に分かれて、 二つのシュトラウスプログラムに従事する。ドイツ圏の他の歌劇場またそれ以外の歌劇場でもこれに習っているところがある。もっともかつてのウィーン国立歌劇場、ウィーン宮廷歌劇場は格式を重んじてオペレッタの上演は原則的に行わなかった。それ以前にはシュトラウスの騎士パズマンオペラという名目で初演ためコウモリについては 初演20年後の1894年に、シュトラウスのデビュー50周年を記念して、宮廷歌劇場の年金機関運営委員会の主催で上演されたのが初めてでや、その後、1897年に、当時の宮廷歌劇場総監督、グスタフ・マーラーによって、正式に、レパートリーとなった。コウモリが誕生するきっかけとなった人物は二人いる。当時パリで大成功を収め、 シャンゼリゼのモーツァルトと呼ばれていたジャック・オフフェンバックとシュトラウスの最初の妻イエッティである。オフフェンバックは1865年ウィーンに自作の美しきエレーヌを持ち込んできた。同作はウィーンで大変な成功を収めた。シュトラウスとオフフェンバックが初めて会ったのもこの頃のことである。オフフェンバックはシュトラウスにあなたはオペレッタを作曲すべだと言ったという。しかし、 シュトラウスはそうしなかった。なぜなら、すでにウィーンでは、フランツ・フォンスッペの作品が大成功を収めており、自分がオペレッタの世界に入る余地がないと考えていたのである。そういったこともあって、彼がオペレッタに手を染めることはなかった。そんなシュトラウスに転機が訪れたのは、1869年になってからである。前年、美しく青木ドナウを発表して、 大成功を収めていたシュトラウスに対して、劇場の支配人たちが、いずれシュトラウスが、劇作品を発表し出すと考え始めたのである。その中の一人に、アンデアウィーン劇場支配人、マックス・シュタイナーがいた。シュタイナーは、シュトラウスの妻イエッティ、元女優で顔が広い女性でもあったに夫に、オペレッタ作曲を進めることを依頼した。これを引き受けた妻は夫を説得し、 最初のオペレッタの台本、ウィンザーの陽気な女房たちが渡され、作曲が開始された。この作品は、主役を誰が演じるかで、プリマドンナ二人が激しく争った結果、これにうんざりしたシュトラウスが怒って、上演は頓挫した。しかしシュタイナーは諦めず、次の台本、インディゴと四十人の盗賊を渡した。各して百七十一年二月十日、シュトラウスのオペレッタ第一作。 インディゴと四十人の盗賊は、アンデアウーン劇場で初演された。この作品は、ある程度の成功を収めたものの、台本の不備が次第に観客に露呈されたことで、やがて上映ムーチキリに追い込まれた。しかし、シュトラウスはオペレッタで成功を収めるという思いを、捨てなかった。続いて1873年、オペレッタ第二作、ローマの社肉祭が作曲され、同年三月一日に、 アンデア・ウィーン劇場で初演される。しかし、この作品は失敗に終わった。コウモリが誕生する前年のことである。アンデア・ウィーン劇場の支配人、シュタイナーのところに、コウモリの原作となるアンディ・メイヤック・トリドビア・レビ作の戯曲、夜食、レレベイオンが届けられたの、1874年のことである。シュタイナーはこの作品を、ウィーンの聴衆とシュトラウスに会うように、 台本作家のカール・ハフナーとリヒャルト・ジネに手直しをさせてからシュトラウスに渡した。一読して台本に魅了されたシュトラウスは自宅にこもり、一説によると6週間でこの作品を書き上げたという。そして1874年4月5日、コウモリは初演の日を迎えた。コウモリは初演から16回上演された後、打ち切りとなった。しかしこれは失敗ではなく、 財政上の理由で中止したのであって、作品自体の失敗ではなかった。その後、この作品はベルリンでも上演されて、成功を収め、ウィーンで再演されたが、この時は見事な成功を収めた。聖域は厳密ではない。アイゼンシュタインは1970年代まではテノールが歌うことがほとんどだったが、近年はバリトンで歌われることが多い。 主役でありながら2枚目、ヒーロー的な要素が全くない人物なので特に、テノール起用には、苦心が伴う。オルロフスキーは、バリトンや地声で歌う場合もあり、異色の例としては、カルロス・クライバー式の1976年の、録音における、ロシア民謡歌手の起用や、2001年、ザルツブルク音楽祭でのフリージャズ系パフォーマーのの起用がある。 前者のレブロフは、シャリアピンの再来と言われた低音を封じてすべて、ファルセットで歌い、後者のモスは、音楽祭を騒然とさせた過激な演出のもと、重症麻薬中毒者という設定で、ファルセットと低音を交えた歌唱であった。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルントランペットに、トロンボーン3、ティンパに1体、打楽器、小太鼓、大小2個、 大大鼓、金、スプロネ、白車、トライアングル、シンバル、チューブラーベル、言語部、十二型。約二時間半、各五十分、六十分、四十分。これはごく普通の上演でセリフ付きであるが、スコアには、セリフはほとんど書かれていないで、演出家のその時の演出で行われ、しばしばアドリブも追加される。音楽は自由に挿入、カプリッツされたり省略されたりする。 他のウィンナー・ワルツから追加されることもよくある。これは、オペレッタ一般の共通事項である。お笑いが必要なため、特にセリフは、その都度お客を笑わせるためによく工夫される。レコード用セッションにはセリフを一切省略した、音楽演奏だけの全曲版も存在する、クレメンス・クラウス版などが、この場合で90分程度、これにラジオドラマ風にセリフを加えた録音、カラヤン級版など、 で百十分程度、第三幕冒頭のフランクの一人芝などは、オーケストラ伴奏付きなので、音楽に含まれる。ただ、舞台ではここまでセリフをシンプルに切り詰めることは、難しいため、大幅に長くなる。ガブリエル・フォン・アイゼンシュタインの妻ロザリンでは困ったことに直面していた。一つは役人を殴ってしまったことで5日間の、金庫刑を申し渡されてしまった夫。夫は、 ケの取り消しを要求したが、ブリント弁護士の下手な弁護で、かえってケーキが伸びてしまい、8日間の金庫刑に、されてしまう。それだけでも災難だが、家の前では、かつての恋人アルフレードが、毎日のようにセレナードを歌って、ロザリンデに思いを寄せている。しかも今夜、ロザリンデの夫が刑務所に入るので、その留守にロザリンデと、相引きしようと企んでいる。 ロザリンデの方もまんざらでもないのだが、何分世間体が気になるのでどうすることもできない。そこへ、夫の友人、ファルケ博士がやってくる。博士は、アイゼンシュタインに、舞踏会が今夜、ロシアのオルロ,ロフスキー公爵邸で開かれる。そこで楽しんでから刑務所に入ればいいと、勘る。しかし、妻はどうすると言ってためらうアイゼンシュタイン。博士は、奥さんなんて黙っておけば、 いくらでもごまかせると言ってそそのかす。すっかりその気になったアイゼンシュタインは、舞踏会に行くことを承知し二人は手を取って、ランラララと歌いながら小踊りする。博士が去ると、アイゼンシュタインは妻に、礼服を出してという。どうも夫は、自分だけ楽しみに行くようだと察知した妻は、それなら、自分も、と決心し、駒使いのアデイレに今夜は暇を出す。 アデーレはおばさんの具合が良くないので今夜暇が欲しいと言っていたが、実は姉、ね、もしくは妹から手紙で誘われて、オレロフスキー邸の舞踏会に行くつもりだった。喜んで去っていくアデーレと夫を見送ったロザリンで。そこへ、アルフレードが現れる。久々の浮気に、ロザリンでもまんざらではなく、二人は一杯飲み出す。ところが、あろうことか、そこへ夫を連行しに来た。 刑務所長フランクが現れる。夫がいないのに男を家に引き入れたことが知られるととんでもないことになると思ったロザリンデはとっさにアルフレードを夫に仕立てる。後でどうにかするからというロザリンデにアルフレードもアイゼンシュタインに化けることを承知して身代わりに刑務所に連れて行かれる。オルロフスキー邸では華やかに舞踏会が行われていた。この家の主オルロフスキー公爵は ファルケ博士に何か面白いことはないか退屈だという。ファルケは今夜はコウモリの復讐という楽しい余興があると告げる。やがて女優オルガと名乗ってロザリンデのドレスを着込んだアデールやフランス人の校舎クルナールを名乗るアイゼンシュタインが現れる。アイゼンシュタインは女優オルガに向かって家の駒使いにそっくりというが彼女の方は こんなに美しく優雅な女が駒遣いなわけがないじゃないと、アイゼンシュタインを残ンンからこう、私の公爵様。そこへ、刑務所長フランクもシュバリエ・シャグランの偽名でやってくる。お互い知ってる限りのフランス語でめちゃくちゃな挨拶をする、フランクとアイゼンシュタイン。そして仮面をかぶって、ハンガリーの伯爵夫人に変装したロザリンデが、現れる。ロザリンデは、 夫が刑務所に行かずに遊んでいる上に、アデーレが自分のドレスを着ていることに腹を立て、夫をとっちめることを決意する。一方、アイゼン主体もこの白爵夫人に目をつけ、自慢の懐中時計を取り出して、妻とは全く気がつかずくどき出す。この懐中時計を浮気の証拠にしようと考えた、ロザリンでは言葉巧みにこれを取り上げる。そこへ、人々がやってきて、 仮面の女性の正体を知りたがるが、彼女はハンガリーの民族舞踊チャールダー詩を歌って、私はハンガリー人よという。さらに人々はファルケ博士にコウモリの話をしてくれという。3年前、ファルケとアイゼンシュタインが仮面舞踏会に出かけた帰りに、アイゼンシュタインが酔いつぶれたファルケ森に置いてきてしまった時の話だった。そのため、翌日、 ファルケは火も高くなった中、仮面舞踏会のコウモリの紛争のまま帰宅する羽目になり、それを見た近所の子供から、コウモリ博士という変なあだ名をつけられたのだった。こうして、話の種は尽きないが、オルロフスキー公爵の合図で晩餐が始まる。夜も更けると舞踏会を締めくくるワルツが始まり、みんなが華やかに歌い踊る。やがて午前6時の鐘が鳴り、 アイゼンシュタインは慌てて、出頭する時間だと言って去ってゆく。フランクも刑務所に帰らなきゃとばかりに、すっかり仲良くなった二人して、会場を後にする。同じところに行くとは全く思わず。刑務所の中ではアルフレードが、相変わらず、ロザリンデへの歌を歌っている。朝っぱらから、スリポビッツ、チェコさんの度数の高いブランデーでしこたま酔っ払った。 監視のフロッシュが打を巻いていると、そこへ同じく酔っ払ってご機嫌なフランクが戻る。酔っ払い同士が掛け合い漫才をしていると、アデーレとイーダがやってくる。アデーレは、自分は駒使いだけれど女優になりたい、パトロンになってと、フロッシュに売り込みをかけるが、ルナール公爵が来たというので動揺したフランクは、アデーレたちを留置の空き部屋に入れる。牢屋での再会に驚くアイゼンシュタインとフランク。 お互いの蘇生を確認するものの、すでにローには、アイゼンシュタイン氏が入っているんだが、とフランクから言われて驚くアイゼンシュイン。そこに、アルフレートの要請で、フロッシュが呼んだブリント弁護士が来たので、アイゼンシュタインは様子を伺う,うために、ブリントから服をむしり取って、追い出し弁護士に変装す。刑務所を訪れたロザリンでは、昨日の権威を、アイゼンシュタインが変装している、弁護士に話す。 同席したアルフレートも助言を求めるが、二人の態度に、官人袋の切れたアイゼンシュタインが正体を、表し妻とアルフレートをなじる。ところが、妻は、例の奪い取った時計を取り出してみせ、逆に夫を、ギャフンと言わせてしまう。追い詰められたアイゼンシュタインは、俺はアイゼンシュタインじゃない。どうやにも入らん。と喚き散らすが、そこに、 ファルケ博士とオルロフスキー公爵その他舞踏会の客たちゾロロが現れる。ファルケ博士が昨日舞踏会に誘ったのはすべて私が仕組んだこと。三年前のコウモリの復讐ですぞ。と種明かしをすると、では浮気も芝居なのか、と安心するアイゼンシュタイン。アルフレードはちょっと実際とは違うけどまあいいかと呟く。 アデーレはオルロフスキーがパトロンとなって女優になることになり、最後はロザリンデの歌うシャンパンの歌で幕となる。オペラオペレッタ含めて最高傑作の一つとされるだけに数多くの名演、名舞台が重ねられてきた。グスタフ・マーラーが好んで指揮したのをはじめ1907年には早くもベルリンで指揮による全曲録音が行われており、これは 同化詞と並ぶ世界初のオペラ全曲録音である。LP 初期には、クレメンス・クラウス、ヘルベルト・フォン・カラヤンといった巨匠がその名声に、ふさわしい、優れた録音を残した。中でもニューイヤーコンサートの創始者でもあるクラウスの、ウィーン情緒あふれる演奏は、今なお第一級の名盤として君臨している。カラヤン版もウィーンフィルトのステレオ再録音により、 ロンドンのフィルハーモニア管弦楽団との録音を高く評価する人が多く、カラヤン死去の際、レコード芸術誌の追悼特集で、ドイツ文学者の田辺秀樹は、膨大なその録音のベストにこれを挙げた。同時期には他に、アッカーマンやフリッチャイにも優れた、全曲録音がある。共に英語だが、オペラ録音自体が貴重なオーマンディが。 メトロポリタン歌劇場を指揮して、スタジオ録音とライブ録音を残しており、これだけ多数の大物指揮者が録音を残している演目は、ペラでも数少ない。カラヤンのステレオ再録音も、ウィーンフィルの美音を鮮明に残して、一定の人気があり、特に当時デッカ専属だった歴史的名歌手たちがなお、連ねるがらパフォーマンが豪華なおまけとして、話題を呼んだが、この部分は歌手に合わせて、 ローマとロンドンで録音されたもので、カラヤンも、ウィーンフィルも参加していない。また、この、カラヤンの再録では、オルロフスキーの有名な大二幕のクプレが、炭酸度低く移調されて演奏されている。1970年代には、カール・ベーム式のもと、ウィーンフィルとウィーン国立歌劇場の看板歌手を集めて、映画が制作されている。ただし、オペレッタというよりも、 モーツァルトからリヒャルト・シュトラウスにつながるドイツオペラとして捉えられた演奏と評された。これはオペレッタを上演する際もウィーン・フォルクス・オーパーとの差別化を求められる。ウィーン国立歌劇場らしい格式的な伝統スタイルによる演奏の模範と言える。違和感を表明する人も少なくないとはいえ、こうした重厚な解釈にも耐えられるのもコウモリの一面には違いない。 カルロスクライバーの数少ないレパートリーにも含まれ、1975年のスタジオ録音、1986年のライブ映像がある。ただし、これらを含め15年以上にわたって続けられた公演はすべて、ズレモバイエルン国立歌劇場で行われ、ウィーン国立歌劇場では一度もこの演目を指揮していない。彼は、椿姫、ボエーム、オテロ、バラの騎士などは、 世界各地の歌劇場で指揮ている。最後の来日公演でも取り上げるよう懇願されたものの、誇示し続けてタクトはウルフシルマーに委ねられた。ビヨンよりはフレージングで色顔を醸し出す。ウィーン伝統スタイルとは一線を画した独自のコウモリである点も関係しているかもしれない。1989年のウィーンフィルのニューイヤーコンサートで助曲だけは指揮している。 夫ー・シェンクの演出は一つのスタンダードとして各歌劇場で引っ張りだことなり、ベーム、クライバーのほか、グシュルバワーがウィーン国立歌劇場に名歌手を結集したラブなども映像として残されている。この公演は指揮者、演出を含め極力ウィーン生まれのメンバーを多く集めた点が、ベーム版は全員を完全にドイツ圏出身者で固めた夫人が一つ特徴であり、 国際化が進行した現在では共に貴重である。なお、ほぼ、ドイツ圏出身者で固めながらも、二人のヒロインだけについてのみ、統計オーストリア人となっている、グシュルバー版、クライバーシーディ版、アメリカ人となっている、クライバー映像版は、自国のソプラノが不足していたこの時期のドイツオペラ界を象徴している。ドイツ圏以外で最もシュトラウス好きの国と言われる、英国でも、 近年、ウラディーミル・ユロフスキー式のグラインドボーン音楽祭公演が新しい名舞台として映像化されている。また、1996年や2012年のメルビッシュ古城音楽祭ライブは演奏や歌唱の技術にこだわらず雰囲気や演出効果を気楽に楽しめる記録である。 作品自体が優れているのに比べ名演が生まれにくい一部オペラとは対照的によほどのことがない限り水準以上の出来が保証され、なおかつ天才が手掛けた場合は飛び抜けた名演にもな、L るという幸福な作品である。2010年現在、DVD の国内販売が累計8種、7つがドイツ5箇所、1つが英語訳しというのもオペレッタではズバ抜けた数字である。 日本でも2機会が創立当初から日本語上演を繰り返し行って人気を集めてきたほか、ウィーン国立歌劇場、ウィーンフォルクスオーパー、ベルリンコーミッシェオーパー、バーデン私立歌劇場といった本場ドイツ圏からの引っ越し公演も多い。新国立劇場でも人気のレパートリーである。序曲は NHKFM のオペラアワーのテーマ音楽として長年親しまれ。 1979年にローランプティ振り付けによりバレー化されている。1962年にオーストリアで映画化された。ペーター・アレクサンダー・マリアン・ネコフホ主演。2016年に宝塚歌劇団によってミュージカル化されたコウモリ・コウモリ博士の愉快な復讐劇が星組公演で宝塚大劇場と東京宝塚劇場で上演された。作。 演出は、谷正巳、主演は、北紹介、リー、非開風。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。